はい、皆様大変お待たせいたしました。最後の最後、プロジェクションマッピング始めていきたいと思います。先ほどですね、1回目入られてない方も入っている方もいらっしゃると思いますが、先ほどと同じ流れでまずは、この校舎最後の校長先生ですね、小沢校長先生から一言いただきたいと思います。拍手でお迎えください。はい、皆さんこんばんは。まあ、旧校舎、ありがとうイベント企画若林市長プロジェクションマッピング、ようこそおいでくださいました。イエース、もうただただ、驚きと感激です。1回目もそうでしたけども、この2回目、過去もこんなにも大勢の若勝敗にあふれた、皆さんにお集まりいただき本当にありがとうございます。イエース。1回目私この映像を見させていただきましたけど、本当に素晴らしいです。あまり細かく言いません。ぜひ見ていただいてですね、一緒に感動を味わっていただきたいと思ってます。さっき退場した方、何人も泣いてました。ぜひ楽しみにしていただきたいと思ってます。この映像、このプロジェクションマッピングを、ね、実現するために本当に大勢の方が関わり、大勢の方々の熱意とサインを持って、作られておりますので、本当にありがとうございます。心から感謝しております。最後になりましたけれども、今回集まっていただ いただきました皆様に、心から感謝申し上げます。それと同時にですね、まもなく、本校移転しますけれども、地域の学校、皆さんの若林小学校としてこれからもぜひ、可愛がっていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。イエース。はい、ありがとうございました。続きまして、本校 PTA 会長長谷川さん、お願いしていいですか。皆さんこんばんは。こんばんは。プロジェクションマッピングにご来場いただきありがとうございます。イエース。若林小学校 PTA では、学校に通っている生徒たち、卒業生、そして地域の方々にこの先、この10年、20年先までこの校舎の思い出を、作っていただきたいと思いまして、この企画を、親父の会と一緒に準備してまいりました。本当にこんなに多くの方が集まっていただいてとても嬉しく思ってます。この映像を作るのに本当に、映像を作ってくれている映像チーム、そして音響を担当してくれているチームが、全力で頑張ってくれている、プロジェクションマッピングなので、最後まで楽しんでいただきたいと思ってます。では、少し時間が押しているので、このままカウントダウンに進みたいと思います。イエース。いいですか。では10から始めますので、皆さんカウントダウンよろしくお願いします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。